石切公民文館にやってきました。うわー、うん、ずっと来たかったんすよ。そんなことある？別にいいあかんとこではないと思うから何とも言われてるからすいません、失礼します。失礼します。あら、あ、民謡練習。あのスマートフォンのちょっと調査をしておりまして、はい、お母さんそれ今机の上に出てるやつスマホですよね。はい。あら、ひ孫とひ孫。え、孫とひ孫？ひ孫。娘さんじゃなくて、ひ孫。娘ちゃん。孫とひ孫。はい。かわいいでしょ。あら、上にペイペイが。ペイペイはもうちょっと買い物行くときにね、使うだけ。え、ペイペイ使われてますか？使われるんですか？え、何買ったか最近見てもいいですか？最近バナナとキュウリかな？隣がファミマやから。え、そんな細長くね、斜めの。ファミリーマートでお買い物されてる。そう、言ったでしょ。ファミリーマート340円、ファミリーマートでお支払い226円。細かく買ってますね。フルシが買いに行かへんの？隣アリオも行ってるじゃないですか。ちょっとアリオね。あ、お母さんお若い。ペッパーランチでお食事されてる。生活がわかるやん、そしたら。そうですね。写真も見てもいいです？うん、あ、綺麗。あら、お花撮られてますね。私花が好きやから、その前で、あの、あれ農田カツラが写ってるわ。農田カツラ。農田カツラ、そのそれの後。あ、これですか？それユリやない。あ、これ農田カツラ。綺麗。すごいでしょ。すごい。よくあのお花の名前が分かんない時とかっていうのはないですか？うん、そうそうそう、それをね、調べるのにこの間教えてもらってんけど、また忘れた。もう一度じゃあ覚えましょうかね。G って書いてある左上のやつ、うんうん、この Google のこのボタンを押すと右側にカメラのマークがあります。カメラのマーク押すと、うん、こういう感じで撮影しているこの写真を選ぶことができるので、お母さんが撮ったり保存されたやつ、うんうんうん、植物あたりにしましょうかね。うわ、だこういう感じで、すぐ出た。陶芸素、うん、そう、陶芸素やもね。すごい、すごい。そう、ちょっとこれからちょっと使ってみてください。使う使う。こんにちは。これあのめちゃくちゃ上級者の方なんですよ。はい、なんでですか？ iPhone の画面を下向きにしておくんですけど、はい、これでバッテリーの持ちが良くなるんですよ。ご存知で？ティアラってやってる。フェイスダウン検知って言って、画面を下向きにしておいてるときはメールとか来ても画面光らないんですよ。はいはいはい。その分バッテリーの持ちが良くなるという機能。そうなんや。LINE って見たりしてもできる。いいですね。あ、いいです。あ、出てきた。コアラ教室。あ、教えてますね。風の門の踊り。でもちゃんと了解、楽しみっていう。楽しみ。すごい、全然若者と同じやり取りを。スタンプとかもね、使われてます。皆さんスタンプ好き。お母さんも送ってますもんね、スタンプ。お前や、お母さんスタンプ使ってますやん。確かに、かわいい。なんかちょっとこれがやりにくいんだよな、みたいな、そういうのってあるんですか？LINE ではないんですけれど。あ、あります、他のアプリで。あの私ね、全部こう集めてるんですね。すごい。メモ、写真。ここにね、全部写真からここへ取り込んだのが、はい、今度誰かに渡そうと思うとき、やり方わからないんで。あ、なるほど、うん、はいはい。これ私の踊り。あら、あら、あら、この動画は僕もらってもいいですか？いただいたりできます？いいですか？動画をまず長押しをすると選択肢が出てきます。あ、そうですね。で、真ん中の共有。共有。やっぱり共有なんだ。で、この場で送るっていう場合は、ここにエアドロップっていう書いてある場合の白と青のマーク。先おっしゃってた。はい。はい。そうすると送る相手がこう出てくるんですけど。あれ？大谷翔平の。あ、これ。これ僕です。これうまいじゃないよ。これ僕なんですよ。うまいじゃないよ。あ、僕これ、いや、違う、近くにおんねん。いや、おらんで。おい、おらん。ロサンゼルスおんの。アメリカおんじゃん。あの軽トラちゃう。違う、なんで軽トラおんねん。これ僕なんですよ。だからこちら押していただいたら来ました。ほら、相手の iPhone にこういうふうにこう受け取りますかみたいな表示が出るので、受け入れるって押すと、うん、あ、来ました。あとでちょっとゆっくり見させていただきますね。ありがとうございます。ありがとうございます。孫子の家、新石切というですね、介護付きホームにやってきました。あ、そうなんですね。そうなんです。八幡さんのお部屋にお邪魔したいと思います、
こんにちは。こんにちは。すいません。はじめまして。はじめまして。はじめまして。今日ね、はいはい、新潟にいるおいっ子が28日にここへ来るいう LINE これくれたんですよ、はいはいはい、承知しましたいうのはできた。あ、おいっ子さんからこっち行きますよっていうので承知しましたのスタンプを返されてます。はい、これはは、は連絡来て、あ、承知しま、あ、了解も了解です。なるほど。でももしかして文面は返してない。できない。あ、できないか。できないですか。やっぱり時間かけて教えてくれたらね、ああできるかわからんけど、そうですもんね、もうわずかな時間ではとてもできない。ちなみに写真とかカメラ機能みたいのを使ったことありますか。そんなのしてない。写真撮ってみます。あれでしたら多分簡単に。そうですね。これなんかよく見たらカメラみたいなマークじゃないですか。なのでこのどれか覚えなくてもこのカメラっぽいやつだなって覚えておくだけで、これ一回押してもらって、カメラのレンズみたいな、はい、そうするとここにカメラがありまして、これですね、持っていただいて、はい、ちょっと僕ら3人の写真撮ってください。もうちょっと上までこう、あ、そうです、あ、そうですね、映ってますよ、映ってます、3人のダンス、下のカメラマークを押したらシャッター切れます。あ、お、いけたそう、撮れたんじゃないですか。いけました。どうや、あ、映ってる、映ってる、あ、見せてください、どうも、カジガヤさん。ありがとうございました。シールとかもじゃあ貼って、そっか、もし押してしまった時に僕が歌えたけど目の前ないです。ということでシニアの方のスマホ調査してきましたが、いかがでしたか。もうレベル問わず、もう皆さん本当に LINE やってるんですね。やってましたね。あ、そうか、確かに皆さん全員 LINE を持ちでしたね。いい調査になったんじゃないでしょうか。はい。